えー、ことぶきエンタメ同好会、えー、映画を中心にエンタメニュースについて語ってます。映画パーソナリティ兼、まあ、エンタメ評論、えー、ことぶきつかさです。 えー、本題に先立ちまして、えー、もしよろしかったら、まあ、エンタメニュースやら映画について語っておりますので、えー、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。今日ですね、ピックアップしたいエンタメニュースなんですけども、つい先日もこの動画で、 えー、キングコングの西野さんと、ま、吉本工業の R1 王者、いや中山光太さんとのこのやりとり、ま、エンタメニュースについて語らせてもらったばかりなんですけれども、えー、今回も、ちょっとキングコング西野さんの、ま、エンタメニュースについてなんですね。えー、キングコング西野さんの意向を借りて、 えー、西野さんのマネージャーが性的暴行で逮捕されていたという、まあ、ニュースについてちょっとお話ししたいと思うんですね。えー、まずはちょっとニュース読ませてください。まずね、前提として、まあ、西野さんが、まあ、あのー、音声メディアで、えー、ステートメント出したということなんですよね。 で、今日の話はとっても大事なことなので、生配信で、生の声でですね、ちゃんと皆様に説明させていただきたいなというふうに思いましたというふうに、まあ、切り出したということなんですよね。でね、7月9日ですね、まあ、日本時間で18時を過ぎた頃、自身の音声配信チャンネルで、 キングコングの西野さんが語り出したと。それがなんと、まあ、相棒とも言えるマネージャーの逮捕劇だったという、まあ、ことなんです。でね、何が起きたかというと、まあ、7月5日、警視庁は20代の女性に睡眠薬を飲ませ、性的暴行を行った容疑で、自称プロデューサーの細川氏、まあ、細川容疑者を逮捕したと。 で、細川容疑者はレコード会社の契約社員としてマネージメント業務に従事していたということなんですね。で、立場を利用した卑劣な犯行がある芸人のブログに異変を生じさせた。そのブログには2022年の10月にはこう綴られていたと。 10月からマネージャーが変わりまして、花田さんという方が担当してくださることになりました。体の大きい男性マネージャーです。すごいいい人です。と。で、7月以降、すごくいい人であるはずの花田氏の名前だけ、なんとこっそり削除されていたのであると。で、えー、このブログの主はということなんですけれども、まあ当然、 お笑いコンビキングコングの西野さんのブログだったということなんですよね。で、この細川氏は仕事で花田と名乗り、実は西野さんのマネージャーを務めていた。うーんここちょっとね、気になるんですけれども、あのね、はっきり言いますけど、まあ、僕ももうこの芸能の世界ね、底辺ながら30年以上いますよ。 えー、名前をこう変えられたっていう時に、何らかのこの、知られ、本名を知られたくないみたいな方が変えたっていうパターンも実はあるんですよ。いや、違うパターンもあるんですよ。あ、実はね、あのー、マネージャーさんで、いわゆるステージネームをつけてる方も結構いて、あ、ん、う、ん、一昔前で言うと、あのー、大田プロ。 大田プロダクション。もともとはね、もちろんその、たけしさんとかがいた事務所です。今だって、有吉さんだとか、ね、土田さんだとか、また町倶楽部さんだとか、まあまあ、もうもう、もうたくさんのお笑い芸人さん、タレントさん、女優さんがいる事務所ですけれども、あそこは、あのね、マネージャーさんが、 あの、ステージネーム、芸名を付けてました。今はどうなのかな昔はつけてました。だから、それとこれとは全然別ってことね。ただ、なんかね、やましいことがあったのか、過去を知られたくなかったのか、みたいな方が、あー、マネージャーの方が名前を変えたって人は僕は何人か知ってます。もしかしたら今回もそこに当てはまるのかも、 知れないですね。マネージャーさんが名前を変えたっていうことなんですよね。でね、えー、まあ、事務所の関係者はこの細川容疑者の仕事ぶりをこう語っていると。で、彼はトラブルメーカーとして有名ですと。対応が遅いくせに関係先には難癖ばかりをつけていた。 西野さんの意向を借りて好き放題していただけということなんですよね。僕はこの方にお会いしたこともありませんし、噂も聞いたこともないですけれども、まあそういった一部の評価があったってことなんですね。で、この西野さんの、まあ元マネージャーに何があったのかということなんですけれども、西野さんの事務所に取材申し込んだらしいです。えー、このネットニュースによると。で、 その翌日に事務所の公式サイトで芸能マネジメント業務を委託していた外部スタッフの一人が逮捕されたと発表した。で、そのような後に回答を本紙に寄せた。要は、えー、こういう,う西野さんの元マネージャーがー犯罪を犯したっていうことを事務所に問い合わせたらその翌日に公式で えー、まあ、外部スタッフが逮捕されたっていうことを、声明を出したっていうことなんですよね。で、えっ、ー、と、事務所に確認したところ、この花田マネージャーの逮捕は事実だと。で、2022年8月から芸能マネージャー業務を委託しておりました。現在はすでに契約解除しております。我々も報道で知ったのみで、本人からも連絡がないので分かりません。この件についての詳細な情報を把握しておらず、捜査中。 とのことですので、コメントを差し控えさせていただきます。真実が明らかになることを願い、公正な処理が行われることを期待しております。これ、事務所側の、あー、見解ですね。 で、7月5日の報道で、えー、まあ、この事件を知った後、で、その数日前から連絡がつかなかった状況です。本人からの説明は一切ありませんでした。我々も報道で逮捕したのみで、弊社の人間は一切関与しておりません。ってことなんですね。で、まあ、西野さんのブログから名前を消した件についてですね、えー、特定を面白がるような方々からの二次被害を防ぎ、 事実無根の憶測による風評被害やご家族の安全を守る目的で関係者で検討し削除しましたという、まあ、ことなんですね。でね、今回この、まあ、エンタメニュースについてお話しする前に、実は、その、まあ、数日前、まあ、ちょっとごたごたがあったと。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、X 上で えー、まあ、西野さんと、おまあ、原田専門家さんという方が、ちょっとこの、やりとり、やり合い、えー、多少言葉も荒くなった部分もある。やりとりをしてたんです。で、その件について、実は、えー、お笑い芸人の陣内智則さんも、ちょっとこの関わってきたっていう話なんですで。ちょっとこれもじゃあネットニュースちょっと読ませてくださいね。 お笑いタレントの陣内智則さんが2024年7月10日になりますね。お笑いコンビ、キング、え、キングコングの西野さんに X で謝罪したってことなんですよ。でね、どういうことか。で、発端となったのは、この西野さんが取締役、CCO を務める会社、このチムニータウンあるんですね。このチムニータウンで芸能マネジメント業務を委託していた外部スタッフが逮捕されたこと、これが発端なんです。 先ほども言いましたよね。で、西野さんは9日に X でこの人物について、業務を委託していたのみで雇用関係にはありません。弊社のスタッフではありませんと、まあ強調していたと。で、一方、この発表について、要は陣内さんのネタの映像制作者と知られる、原田専門家さんという、まあ、アーティスト、クリエイターですよ。が、 同日に X で業務委託しておいて一切関係ないってことはないだろうとは思うけどね、業務委託の関係はあったわけだからと、まあ、指摘したわけなんです。まあ、つぶやいた、ポストしたわけですよ。すると、西野さんはそのポストを引用して、 この外部スタッフとは業務委託契約を締結したのみで雇用関係はなく、今回の問題に関して弊社の人間は一切関与しておりませんという日本語がめ読めない人が意外といることにびっくりしていると困惑して、えー、お前の言い分だと、要は原田専門家さんですね。 お前の言い分だと、お前の取引先の会社の人間が電車で痴漢をしたら、お前も少しは痴漢に関与したことになるけど大丈夫と苦言を呈していたと。かなり言葉強いですね。 で、その後、やりとりが話題になると、まあ、原田専門家さんはバズったので宣伝しますと、X で次長を紹介。西野さんはこれをバズるにカウントしてしまう感覚がやばいし、被害者が出ているニュースを利用して自分の商品を宣伝する感じ、もっとやばいとえ、戸惑いをあらわにし、アホなことをするなら、とりあえず、プロフィールから陣内智則さんの名前を外しておいた方がいいと思いますと、まあ、忠告していた。まあ、この一例 昨年の流れがネットニュースになると陣内さんが10日に X で、まあ、西野申し訳ないですと西野さんに謝罪で俺も以前から投稿には、まあ、原田専門家さんの投稿には危惧していたので今回しっかりと注意しました本人も反省していますと自ら注意したことを明かしうちのスタッフが不快にさせてごめんなと呼びかけたとですると西野さんも異変に巻き込んでしまってすみませんでしたちゃんと仲直りしますとリプライで反応コメントくださってありがとうございましたと、まあ、陣内さんの の対応に感謝してたとということなんですけどもまず順番で、えー、これお話ししたいんですけれどもまずまあ、だから多分そのメディアが、えー、陣内さんの元マネージャーさんが、えーまあ、暴行疑惑というか、まあ、事件を起こしたということでで陣内、えー、西野さんの、まあ、事務所に問い合わせたと。 するとあマスコミにまあ伝わってしまったかということなのかどうなのか分かりませんけれどもその翌日にステートメント自分たちの意思表明をもうこう発表したわけじゃないですかでそこでまずこれはもう率直に言います率直に言いますけれどもだ業務を委託していたのみで雇用関係にはありません弊社のスタッフではありませんでした会社としてはまあ、そういう,うー声明に なるであろうということもわかるし、前提として、西野さんは、ま、ある意味被害者ですよね。まあ、マネージャーでもある。だからこれが、例えばその業務を委託していたとか自分の会社の人間側は置いといて、とにかく西野さんは関係ないわけですよ。西野さんがこの意向を借りて、ま、元マネージャーが、あ女性遊びして暴行したっていう、まあまあまあことなわけじゃないですか。西野さんはまずこの段階で、当然、被害者。 側だと僕、まず思います。で、春田専門家さん。えっと、春田専門家さんは、えー、もともと NSC お笑い、吉本のお笑い学校出身で、えー、陣内智則さんの、ネタの映像部分、まあ、クリエイター部分を担当している方で、で、僕は当然何度か面識があり、たまたまですけれども、つい先日、 二人で飲みに行きました。だから、原田専門家さんのことも僕は、存じ上げてます。X も相互フォローしております。で、原田専門家さんが、業務委託しておいて一切関係ないってことはないだろうとは思うけどね、業務委託の関係はあって。 わけだからでこの一文取れば原田専門家さんが言ってる意味はわかるだから業務委託しておいて一切関係ないってことはないだろうと思うけどね業務委託の関係はあったわけだからただ西野さんが言ってるのは業務委託をしていたのみで雇用関係にありません弊社のスタッフではありませんだ要はうちとは関係ありませんよっていうこの法律的な意味合いを言ったまでなわけですよ そこを原田専門家さんが、まあこういった発言をした。それはまあ西野さん側からすれば、いや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 、外部スタッフと業務委託契約を締結したのみで雇用関係ねえよっていう、多分これ正論なんですよ。これ正論。で、まあ原田専門家さんが、あ本当にこの陣内さんの話になるとちょっと申し訳なかったって謝ったっていうふうになるじゃないですか。で、何点かあります。何点か。で、これは知ったこっちゃねえや関係ねえやっていうかもしれませんけれども、 確か原田専門家さんまだ吉本との関係あります。で、西野さんは吉本辞められました。で、このね、えー、先日もこの動画で話しましたけど、粗品さんがね、まあ宮迫さん、元雨上がり警視隊の宮迫さんは吉本辞めたんだから、もう先輩でもない、みたいな話ってあったじゃないですか。で、僕はそうは思わないっていうスタンスを取ってるわけですけれども、おそらく西野さん、えー、多分その原田専門家さんの存在知ってると思うんですよ。 ま、先輩というか、まあ、元先輩というか。っていう中で、やっぱり、だお前の言い分だと、お前の取引先の会社の人間が電車でちか、えー、痴漢したら、お前も少しは痴漢に関与したことになるけど大丈夫そうっていうあたりうーん、なんだろうな。僕とすると、まあ、僕は痴漢っすよ。 ま冷静さを書いてると思います。で、この件に関して、西野さんは当然元マネージャーが事件を起こしたわけで、被害者側っていう立場もあるけれども、大枠には元外部スタッフなわけじゃないですか。の不祥事じゃないですか。っていう時に、もちろん批判があったからって、いや、関係ねえやつがやって、なんか言ってきてるけど何、何いや、お前さ、っていうのを先輩に言ってるわけでしょイメージはあまり良くないと僕自身は思います。と、 ともに、この一方を、まずニュースを見たときに、外部スタッフとは業務委託契約を締結したのみで雇用関係にはなく、弊社の人間は一切関与してませんっていうことを聞いたら、僕は一瞬でどうなのかな要はだから、あの、西野さんで舞台とかもやられてるし、映像関係もやってるわけだから、まあだからその、 スタッフさんまあ、映像関係が何かちょっとこの外部のね、クリエイターの方なのかなっていう印象をざっくり持ちました。すると、後日、西野さんのマネージャーをされていたスタッフさんっていうことが、後から分かったんですよ。で、この一連の原田専門家さんとのやりとりのところでは、出てこなかったんですよ。 ま、具体的に元マネージャーだったってことが、僕が知らなかっただけかもしれない。でもかなり僕ネットニュースディグったから、うん、多分その情報は出てなかったんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、これは賛否分かれると思うけれども、その後に、要は先ほども言ったように原田専門家さんは陣内さんの、ま、クリエイター部門というか映像部門みたいなもののスタッフさんだから、要は陣内さんからすれば、ああ同期の、 また、陣内さんと原田専門家さんって NSC 時代の同期ですから、その同期の芸人、元芸、まぁ、あうん、原田専門家さんはクリエイター作業もしながら音楽も、うん、作ってるし、本も出してますよ。クリエイターなんですよ。で、その、まぁ、あ、陣内さんからすれば、陣内スタッフの一人が西野さんと揉めたってことじゃないですか。で、西野さんから、 原田専門家さんにアホなことをするならとりあえず、プロフィールから陣内智則さんの名前は外した方がいいと思いますよ。まあ、正直陣内さんも、名前を出して X で、まあ、影響力ある人ですからね。西野さんって。影響力ある人が陣内さんの名前を、あえて出して、おいおい原田専門家よと。陣内さんの名前外した方がいいぞ。陣内さんにも迷惑かけるぞっていうことを、 西野さんから言ったわけじゃない。で、すると、陣内さんも、これもう無視はできないですよ。で、まあ、身内ってこともあるね。原田専門家さんが。だから、まあ、謝罪して。で、それ西野さんも、変に巻き込んでしまってすみません。ちゃんと仲直りしますっていう、まあ、この、まあ、リプライをこう送ったっていうことじゃないですか。だから僕、だからこのあたりが、まあ、だからやり、 なんだろうな、巻き込んじゃったっていうところもあるかもしれないけれども、うーん、でも、どう、皆さんが、皆さんがどう思われるかわかんないけれども、ああ、春田専門家さんが厳密に言ったらどうなのかっていうところを感じ取る人もいるかもしれない。ただ、芸能活動においたイメージって、やっぱありますよ。これあります。 だ法律的観点ももう当然あるんだけれども、実はイメージってやっぱりあると思う。これさ、違うようで似てる件だと思うんだけれども、例えばね、まあ、つい先日もさ、まあ、まあまあ名前出しちゃうけれども、例えばじゃああの、藤原の、あの、藤門さんがね、ちょっとこの車での接触事故があったわけじゃないですか。で、僕はやっぱり思います。僕も運転します。やっぱ事故はね、起きてしまうんです。 注意してても起きる可能性は誰にでもあるわけです。ただ、この事故が起きた時のその後の対応対象がやっぱり大事なわけじゃないですか。で、藤本さんは理由は本当のところはわからないけれども、その現場から立ち去ったわけでしょ理由はわからないよ。本当に気づかなかったのか気づいたのかなんてのは、ちょっと今グレーじゃないでもそこで謹慎、まあ、処分があったわけじゃない。 その他にも、もう、運転しつつ、問題が起きた、ああ、芸能人の方が、もう、ない、たくさんいますよ。だいぶ昔で言ったら、坂上忍さんがね、あの、暴走運転、電信柱にぶつけて、警察から逃げて、なんていう頃があって、ちょっと自粛期間が、まあ、あったりもしました。あ,あったりもしました。ただ、先ほども言ったように、事故は起きるんですよ。じゃあ、つい最近でも、じゃあのー、 ま、名前出しちゃうけど、じゃあ、ザキヤマさんとかが、あの、相手は大丈夫だったんですよ。大丈夫だったけれども、ちょっとこの、車でのね、あの、問題は事故があったと。確実にしっかりと連絡を、警察にも連絡を取り、相手とも話し合って、相手、怪我ないですからね。とていうことで、何の問題もないんですよ。言い方はよくないかもしれないけど、何の問題もない。ザキヤマさんのその対応は、もう、模範なんですよ。 ちょっと前で言ったら、これ名前出しちゃうけど、だから問題ないから、相手の名前出すけども、東、東野浩二さんだって、それは接触事故ありましたよ。でも、その後に、しっかりと東野さんは、警察に連絡し、事務所に連絡し、え相手と対応して、問題ないんです。いや、事故は起こるんです。その後、どう対応するかが、やっぱり、大きな要になってくるわけじゃないですか。で、 今回僕が思ったのは、いや、西野さんってやっぱり、あのー、裏側の部分も含めてぶっちゃける方だと思うんですよ。こういうことがあった、ああいうことがあったって言って、でも実はねって、そういったところで人気を呼んでる部分もあるし、今の時代にマッチしてる部分もあるなっていうふうに思うんですね。ただこの第一報の部分で、要は外部スタッフっていう、まあ、き話し方、だうちの人間じゃないんですよ。 ちょっと仕事してた取引先の関係の人間なんですよっていうイメージと、蓋開けたら、実、自分のマネージャーだった人間だってなると、これ、イメージは正直、違います。ただ、会社として、間違ったことをアナウンスすることができないから、絶対に、その、チムニータウン、要は、西野さんの事務所が発生、あの、はうん、発生、要は、えー、しょ、あ自分たちの思いを、 公に伝えることは間違ってないと思う。ないと思うけど芸能仕事はイメージもあるから一番最初にですよ。一番最初にキングコング西野さんの相棒とも言えるマネージャーの逮捕劇だとか、その男性が20代の女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行を行った容疑がかけられた。みたいなことがアナウンスされたならば、 まあ、うちとは関係ないからねって言ったら、まあ、原田専門家さんだけじゃなく、ちょっとその感じどうっていうふうに、イメージで思われる方が多いだろうなってのは思う。これは僕の本当に主観だけども。これ、皆さんはどうかなって逆に今回は珍しく問いかけたい。関係ないよっていうのは間違いじゃない。西野さんが言ってることは間違いじゃないんだけれども、最初に、 自分のマネージャーをしていた人間なんだよ。しかも名前が、えー、まあ偽名というか、まあ名前、名字を変えてたっていう方だと。で、まあ本人がご存知だったかどうかはわからないけれども、かなり評判がよろしくなかった方だっていうことじゃないですか。っていう時に、振り返ったらそこを、関係はあったよねって言った原田専門家さん、まあ先輩に対して、 いや、お前が言ってんのはって言っちゃうあたりとかは、うん、まあ印象論としては、あまり良くないのかなって。まあまあ僕はどちらかというと、原田専門家さん僕同い年で、まあある意味この前も飲みながら同期だっていう話をしたんですよ。まあ良いドでこう入ったど、だから、だからまあ近しい関係ってのもあるけど、そこさっぴーたとしても、印象はあまり良くないなっていうふうにまあ思いましたで、 まあまあこんな話するのもなんですけれども、えー、タレントの意向を借りて、マネージャーが悪さするみたいな案件を僕は何度か聞いたことがあります。タレントさんにも迷惑がかかるから具体的には言わないけれども、あーめちゃくちゃ分かりやすく言ったらあ、このタレントを、まあある媒体に出演させるさせないっていうことで、間に入ったマネージャーさんが、例えばマージンをもらったことがあるなんていう、 悪評を聞いたこともあるし、やっぱりそのタレントさんのスケジュールを握るようになると、マネージャーさんはやっぱり強くなりますから、まあ業界的にも顔になりますから、ほとんどの人が真面目にやってるとは思いますが、そんな中、ほんとごく一部で悪さをしているマネージャーさんは、ん、いました。僕も知ってます。ただ、今、 そんな人がいるかどうかっていうのは、もちろん具体的にはわかりません。けど、いたのは間違いない。だから今回のこの、西野さんのマネージャーさんが、元マネージャーさんが、まあ、これ、性的暴行で逮捕されていたっていう、この現実。かえ、だから難しいんだよね。西野さんの会社からすれば、いやいやいや、うちの社員じゃないですよ、と。うん。ただただ、その、業務委託していただけです。 ゲン、業務委託していた、ただの外部スタッフの一人ですよっていうのは、間違いではないんですよね。もちろん嘘ついたらもうこの時代、もう一発でアウトですから。だからそこに、原田専門家さんが、いやいやいや、まあ、関係ねえってことはないよねって言ったら、いやいや、お前話分かってるって、ちょっとまあ、突っかかったわけですよね。でも、厳密に内容を聞いてたら、実は、マネージャーだった。 っていう、やっぱりイメージは違うなっていうふうに、ちょっと思いました。まあ皆さんどう思われるかわかりません。僕はあ、冷静にできる限り間で、あこういう事件があった、こうなんだっていうことをお伝えしましたけど、皆さんはどう思われたでしょうか。えー、今日は、えー、キングゴング、西野さんのマネージャーが性的暴行で逮捕されていたというエンタメニュースについてちょっとお話しさせていただきました。えー、部件エンタメ。 同好会、えー、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。それではまた次回です。映画パーソナリティ兼エンタメ評論家、えー、ことぶきつかさでした。